レンヌは、フランスの西部に位置する都市で、ブルターニュ地域圏の主婦、イルイコールエイコールビレ圏の県庁所在地である。ブレイス語では、ロアゾンと称する。古くから、ブルターニュ地方の中心都市で、モンサン・ミシェル観光の起点となる街として、日本からも多くの観光客が訪れている。レンヌ市議会は、市長ナタリー・アペレ、そして19人の補佐官を含む61人で、構成されている。 2014年3月に行われたフランス地方議会選挙の結果、レンヌ市長選でフランス社会党のナタリー・アペレが当選した。レンヌを流れるビレーヌ川町の最古の部分は丘の上に建てられた。イル川とビレーヌ川の合流する地点である。丘の周囲はレンヌ盆地と呼ばれ、柔らかな結岩の地層を2つの河川が侵食し掘って出来上がった。標高は 最高74メートル、最低20メートルである。都市分散化と住宅建設の続行ゆえに、レンヌの旧市街のある丘は、両側から挟まれている。レンヌは、ブルターニュ地域圏の主婦であり、県庁所在地である。二つの川の合流地点にあったことから長い歴史を持つ。アルモリカ王国東部の人々が、川の金デートとは、古いケルト語で合流を意味する。町は、 ガリア人からは、リースンと呼ばれていた。彼らはこの地を首都と定め、モンサンミシェルの湾まで領土を広げた。現在のレンヌ近郊の町ルドンの名は、ルダヌの町の名にも反映された。紀元前1世紀初め頃、彼らはギリシャ、ローマの高架鋳造を採用し、マケドニアをピリッポス2世の金貨を真似て、特徴的な合金製、ケルト高架を作った。ケルトのしきたりとして、名なしに、 ルダヌの効果はポニーが人の頭部を持つという戦車の魚車を描いた。彼らの効果の蓄えの多くは、1835年6月に発見されたアマンギの財宝、1941年2月に発掘されたサンジャックドラランドの財宝として見つかった。レンヌの博物館には代表的な収集品が多く収蔵されている。アルモリカ人らは、紀元前57年、 マルクスリキニウスクラススによって圧力を加えられ、反ローマのガリア連合に参加した。同じ年、ローマの密使たちがルドヌ住民によって人質に取られ、ユリウスカイサルがアルモリカへ介入するのを余儀なくされた。彼は反乱分子を抑圧し、同年に海峡を渡り、ブリトン人らによるルドヌへのさらなる支援をさせず、落胆させた。紀元前52年には、 ルドヌは、多大に戦士たちに依存する設備を備えた、ウェルキンゲトリクスの呼びかけに応じた。ローマ時代、キンデエットは、コンダテリエドヌムとなり、チビタスリエドヌムの首都となった。最古で知られる、レンヌ人は、ティゥス・フラウィウスポス・トミヌスで、1968年に、レンヌで見つかった彼の石碑で知られるようになった。彼の名前から指し示されるのは、彼が、 ティゥステイの治めるフラウィウス長時代に生まれたということで、おそらく79年から81年の間の生まれであると推測されている。石碑の一つはラテン語で書かれ、彼はチュイタスリエドヌムの公の出来事を引き受けていたという、ローマ支配の間、町の戦略的位置はその重要性の一因となった。西へ向かう道はローマの主要道で、 押し墨みを経由して混てからウォルジウムへと伸びていた。275年、蛮族信仰の脅威が、頑強なレンヌ周囲のレンガ作りの壁を建てる要因となった。レンヌは、赤い町として知られるようになった。5世紀に、ローマ帝国が終焉を迎える頃には、農民出身の略奪者たちは五代の襲撃を恐れ、ブルターニュやレンヌを含む、アルモリカ半島は、 西ローマ帝国の最後の取り出となった。無敵のアルモリカローマ人らは、アラマンニニンや西ゴート族の大半を征服したクロビス一世に対し自分たちの領土を死守した。レンヌ司教であったレンヌのメラニウスは497年のフランクアルモリ果敢の和平に重要な役割を果たした。彼はキリスト教徒の間で平和が保たれなければならない。と有名な宣言をした。 タボール公園から眺めた旧ノートルダムアンサン・メレー教会、レンヌのメラニウスへ剣道された5世紀になると、ブリトン人がアルモリカ半島西部を占領し、小さなブリトンという意味のブリタニーと呼び始めた。同時期、フランク族はアルモリカの残りを保有していた。拡大をとどめ、ブリトン人の侵入を避け、カロリング町はレンヌ、なんとバンヌの3カ国から構成される。 ブルトン人前進を始めた。これらの前進は旧世紀には、ブルトン人王国によって、全体的に併合され、レンヌは851年に、ブルトン人王国となった。後にレンヌは、ブルターニュ王国の首都となった。1356年から1357年の、ブルターニュ継承戦争の最中、死は、ランカスター公ヘンリー・オブ・グロスモントに包囲されたが、 ベルトラン・デュー・ゲクランが死に滑り込み、抵抗運動を始め、最終的にはイングランドに勝利した。ほぼ一年後、ランカスター公はイングランド側の包囲を断念した。1491年、シャルル8世のフランス軍は将軍類2世、ドラ・トレモイユに率いられレンヌを攻撃し失敗した。内紛で結束の弱まっていたブルターニはすでに各地で降伏していたが、 レンヌだけが未だ抵抗を続けていた。レンヌの防衛軍は死ぬまで抵抗することを決めていた。しかし、ブルターニュジョアンヌは交渉することを選んだ。彼女とシャルル8世が結婚することで、ブルターニュはフランスの一部となった。アンヌはブルターニュの自治権を必要に守ったが、彼女の長女、クロードド・フランスと結婚した。フランソワ愛世は、妻の権利としてではなく、自身が、 ブルターニュ港であるとし、実質的に広告をフランスへ併合した。レンヌのジャコバン修道院に掲げられたプラーク。1491年11月17日に、シャルル8世と女子アンヌが婚約した地であることを示している1857年、レンヌ駅の建設により、次第に町は南方へ向かって広がった。1899年、レンヌで、 ドレフィウス事件の裁判が行われ、国を揺るがすことになった。第二次世界大戦中、レンヌはドイツ空軍機3機による爆撃で激しい被害を受けた。避難民の乗った列車近くとフランス軍、イギリス軍の停車している氷楼列車を標的としたのである。1000人が死んだ。空襲の翌日である1940年6月18日、ドイツ軍がレンヌへ入場した。 あとに、1943年3月と5月、1944年6月に、レンヌは、激しい爆撃を受け、数千人の死者を出した。1944年8月4日、ジョージ・パットン率いるアメリカ合衆国陸軍が、ブルターニュの首都を解放したとき、退却するドイツ軍は自分たちの背後の橋を爆破し、さらなる被害を与えた。 およそ5万人のドイツ軍捕虜が4つの収容所に集められていたとき、レンヌ市内にはおよそ10万人の住民がいっただけだった。1954年以後、レンヌは人口52万人以上に適応する都市計画に沿って発展し、1999年調査ではトゥールーズ、モンペリエに次いで国内第3位の成長の早い都市となった。参照元、1999年まで、 イヘス、2006年以降、INSEE 地元産業は、自動車産業と電気通信産業が含まれる。レンヌ最大の雇用を生んでいるのは、PSA プジョーシトロエンで、1961年に、レンヌラジャネに工場を開設した。トムソンは1000人以上を雇用している。また、オーガニックコスメのブランドであるイブロシェの本社も置かれている。レンヌは、 フランス発のテクノポリスが作られた地である。レンヌ大学レンヌ都市圏はおよそ6万3000人の学生人口を抱えている。ブルトン語はエコールディワン、二言語学習を行っている一部の公立、私立の学校、夜間コース、大学等で学べる。現在、幼稚園からリセのバカロレア家庭まであるエコールディワンはフランス政府の中央集権化教育に対して、 ブルトン語を教育する学校として1977年に始められた。以降、徐々に拡張し、2004年にはパリ14区内に幼稚園が設けられた。レンヌには2つの総合大学がある。レンヌ中心部にあるブルトン語の2こと5クラスがあることを示す。幼稚園の看板また、レンヌには高等教育機関たるグランゼコールが数校ある。レンヌは海洋性気候に近い。 年間降水量は700ミリメートルを下回る。冬になると湿度が上がり、夏になると乾燥し、日照量が増える。レンヌは年間日照時間1850時間の恩恵を受けている。以下は2007年の気温と降水量をグラフにしたものである。サンピエール・ド・レンヌ大聖堂この場所は6世紀頃から市京区の本部として使用された。最初の建物は12世紀に、 ゴシック建築の境界に建て替えられたが、15世紀に、塔やファサードの西側が崩壊した。現在の新古典主義建築のファサードは、16世紀から17世紀にかけて作られたものである。サンティブ礼拝堂15世紀に建てられた、旧サンティブ病院の礼拝堂、現在、町の観光案内所として使用されている。ブルターニュ博物館レンヌ美術館リボワ校の、 コレクションを所蔵産ソーブル協会1720年完成。タボール庭園市中心部にあり、10ヘクタールの敷地面積がある。レンヌメトロレンヌの国道、鉄道、飛行機でのアクセスはよく整備されており、TGV でパリから1時間半ほどで到着できる。市内の公共交通機関は、バス網と地下鉄が市民の足となっている。レンヌメトロは、 全長 9.4km で15の駅がある。第二の路線が2019年開業予定で建設中である。レンヌサンジャック空港は、レンヌ中心部から南東へ 7.2km 離れたコミューンサンジャックドラランドにあり、バスで行くことができる。カテゴリー、レンヌ出身の人物を参照公式観光。ありがとうございます。